さらば国分寺書店のおばばは、椎名誠のエッセイ。椎名の作家としてのデビュー作であり、また、昭和系白体を用いた、スーパーエッセイの代表作である。検察を待つ時の微妙な気分、駅で聞く、なんだかよくわからない、業務連絡、地下鉄の、やたらと、大きい車内放送などの鉄道に関する疑問や、怒りを綴る。また、カラオケは、人々の、超人願望を叶えるものでないか、とも指摘する。自身が留置場に入れられた経験をもとに、警察官のいたけだかな態度の理由について言及する。厳しいおばばが店番をする国分寺書店に本を売りに行った体験も綴る。自分が嫌う人々の共通項として、濃紺色の制服を着ていることを発見する。さらにバスの運転手、高校野球を作り上げる。大人たち、店員が大声で叫ぶ寿司や、子供をやたらと管理する、幼稚園についても怒りを向ける。公務員のもらう金について試算し、おかしさを指摘する。噂の真相創刊記念パーティーで、場にある、ウニ寿司をどんどん食べていく、恐るべき男を見かけ、そこから、マスコミの不要性を説く。再び、国分寺書店に本を売りに行こうとしたが、そこは、陶器の専門店となっていた。毎日厳しく、客を指導し、本を美しく保っていたおばば。店を畳んだおばばの人生に思いを馳せる。この本は、当時情報センター出版局に勤務していた、星山和成の依頼によって書かれた。星山が35巻という出版社を立ち上げると、義理と人情によって、版元をそちらに移した。椎名と、星山はこの本は文庫化しないと約束していたが、1996年に二人の義理を壊さない形で新潮文庫に収められた。また、この本が出て3、4年後に、椎名は帰ってきたおばばの逆襲という本を書き下ろそうとし、少し書き始めたが、結局完成には至らなかった。ちなみに、椎名はこの本の出版以前に、クレジットとキャッシュレス社会、クレジットカードの実務知識、大規模小売店と流通戦争という3冊の本を書いている。しかし、いずれも、椎名の前職である流通業界に関連する実用書であるため、デビュー作としては、本書が紹介されることが多い。また、椎名自身も、本書を物書きとしての実質的なデビュー作と認識している。ありがとうございます。